深夜に搬入される、鉄道車両車両輸送とは、鉄道車両や自動車を他の交通機関などを利用して、自力以外の方法で輸送することである。このため、フェリーで自動車を輸送する場合も、抗議の車両輸送に含まれる。しかし、一般には、自動車、オートバイ等を輸送専用車で輸送する場合や大型な、鉄道車両などを輸送する場合を指す場合が多い。 鉄道車両メーカーで製作された新車の納品や、鉄道事業者で使っていた古い車両を、中古車両として別の事業者に譲渡する際、また、私有貨車の改装など、鉄道車両自体を輸送するケースが発生する。輸送手段としては車両を鉄道路線を使って、貨物列車として輸送する場合、配給列車、自力改装列車として輸送する場合のほか、鉄道以外の手段がある。 これら車両輸送は通常見られない珍しい状態であり、車両の履歴において大きな転機になることも多々あるため、鉄道車両ファンの注目度も高い。日本では鉄道雑誌、鉄道ダイヤ情報、トレインに輸送情報が掲載されることも多く、多数の鉄道ファンが沿線へ撮影に訪れる。同時に深夜にもかかわらず撮影のために他人の敷地に無断侵入したり、 ゴミを持ち帰らずに放置したり、撮影地への移動のために用いる自家用車やオートバイを駐車禁止区域に駐車したりするなどの問題が生じている。近年では新型車両などの PR に活用するため、公衆輸送を行う車両にヘッドマークテールマークが取り付けられたり、トレーラー輸送の時間を公開する、鉄道事業者のキャラクターを輸送される車両に乗せる、 などの企画が行われることもある。輸送中の車両の内部。座席にはビニールカバーがかけられ、床には保護紙が敷かれている輸送される車両の車輪を持ち、日本貨物鉄道など貨物鉄道事業者の機関車の牽引で貨物列車扱いで輸送されるものを、公主鉄道車両輸送、略して公主輸送と称する。新幹線車両や一部の私鉄など、 機関が在来線とは異なる車両を輸送する場合には、メーカーなどから取り下ろしを行う、貨物駅まで仮の台車を使用し、貨物駅から納入先まで道路上をトレーラーで陸送し、納入先にて正規台車上への装着を行う。また、機関が在来線と同じでも、線路が物理的に JR 線と接続されていない路線の場合も、トレーラー陸送を伴う。 線路が物理的に JR 線と接続していても車両の輸送経路の一部が JR 貨物の営業路線に含まれない南海電気鉄道並びに南海の路線経由で車両を搬入する仙北高速鉄道の場合は JR 貨物ではなく JR 西日本の機関車が牽引を担当する JR 貨物は近年旅客鉄道会社に支払う 列車通行量の問題から私鉄との公衆輸送の取り扱いを縮小しており、メーカーからの公衆輸送から道路上の陸送に移行した事業者もある。新車や改造、上都車両の輸送のほか、第三セクター鉄道への移管や JR の車内規定などにより、JR 旅客会社の車両が自走改装できないケースで、当該車両を公衆輸送として輸送する場合もある。 公衆輸送を行う場合には、最寄りの貨物取扱駅長に対して、運送申し込みを行い、発駅、着駅、仮想人、見受け人、車種、形式、量数、車両の大きさ、車両のブレーキ装置の有無、連結装置、運転速度、運転方法、運送希望日、付き添い人の有無等の記載された申し込み書または、貨物の図面を提出する。その運送申し込みに対して、 JR 貨物などの貨物鉄道会社が運送条件等を関係各所と協議して検討した後、運送可能となれば承認される。運送申込書に記載された運送希望日と列車ダイヤの決定については、JR7 社間で行われている四半期ごとの臨時列車運転計画調整会議において輸送日の審議を行い、関係する。 旅客鉄道会社と JR 貨物の間で2社以上の旅客鉄道会社をまたがって運転される臨時貨物列車を中心に列車ダイヤの運転時刻の調整や駅構内の作業等の考え合わせを行って輸送の試行日と列車ダイヤが決定される輸送に使用できる路線は貨物輸送が可能な路線に限られ公主輸送の事前には JR 貨物の社員が 発送元を訪れ、限界測定検査を行い問題がなければ、特大貨物等検査票を発行して、輸送車両に貼られる。輸送される車両のサイズにより異なるが、車両限界に定触しなければ、フル規格の新幹線車両を在来線で輸送することも可能である。実際に2004年までは、日本車両製造豊川製作所から、 東海旅客鉄道浜松工場への新幹線車両の輸送においてあらかじめ車両限界を広くしてあった飯田線、東海道本線経由で実施されていた。公衆輸送時には機関車と連結できるように仮設の連結機を使用する場合があるほか電気指令式ブレーキを使用する車両では電源が取れないため一時的に列車全体にブレーキをかけるための仮の ブレーキシステムを使用する場合がある。輸送される車両の先頭車両には汚れなどを防ぐためのビニールなどによる養生が行われ、下部には後部標識の赤い円盤が取り付けられる。これらの理由で最高速度は時速 75km 程度に制限される。貨物列車扱いは自社の回送運転ではなく輸送の委託にあたる。すなわち、 運賃の十字が発生する貨物営業運転であるため、公主回送と呼ぶのは誤りである。なお、JR 貨物が他の JR グループ会社の車両を輸送することを一部の鉄道ファンが公主回送と区別して故障しているが、JR 旅客鉄道各社と JR 貨物は別会社であり、雇用であるのは変わらない。公主輸送の際には、 メーカーの社員が付き添い人として2名が天乗し、輸送中の車両の走行音などから車両に不具合がないかなどの確認や異常などが発生した場合は、緊急連絡網により連絡できる体制をとり、他の列車に運行に支障が出ないようにしている。長距離の場合は寝袋、食料、発電機、冷蔵庫等を持ち込んで天乗している場合もあり、トイレの場合は、 列車の時刻表を確認しながら停車駅で行うようにしている。なお、国鉄時代は通常の貨物列車に公衆輸送する鉄道車両を並結して輸送した例もあったが、JR 加護はこの手法はあまり用いられていない。国鉄時代は国鉄の車両は車両メーカーの最寄りの路線で試運転を行ってから配給列車として、 配属先へ改装するのが通例となっていた。このため、国鉄の車両を公衆輸送するケースは少なかった。分割民営化後は、特に旅客会社の自社管轄エリア外に製造工場がある車両メーカーで落成した車両について、引き渡し駅までの公衆輸送が必須となったが、21世紀に入ってからも、 在来線車両では JR 西日本の近畿車両落成車や JR 東海の日本車両落成車では公衆輸送を行わずし運転を兼ねて配属先まで自力走行するという例が見られる。かつては阪急電鉄や近畿日本鉄道などの車両も公衆輸送を実施していたが前者は1八十五年に後者も1八十二年までに終了し現在はこの二社は JR 線を使用しての公衆輸送を実施していない。輸送される車両の車輪を、軌道上に直接乗せず、大物車、または、長物車と呼ばれる貨車に乗せて輸送するものを、お菓子輸送と称する。かつては、路面電車のほか、軽便鉄道や小座式モノレールの車両、小型機関車や貨車移動機などもしばしばお菓子輸送されたが、アルナ工期が保有し、後年は主に、 東京都電の車体運搬に用いられた c 1系、大物車の廃車を最後に輸送に供するのに適した貨車が消滅したこととこの廃車を機におつしえそうで運搬可能なものは特大貨物扱いで対処することに切り替わったため現在日本国内では廃止されている欧米などでは地下鉄事業者等が国鉄などの本線上を走行できる提唱の 専用運搬貨車を保有している例や、750mm 機間や 1000mm 機間の狂気鉄道において、標準機貨車を積載して乗り入れさせる低床貨車を日常的に使用している例もある。似た例で、北海道新幹線開業後に、青函トンネルを通過する在来線貨車を新幹線規格の低床の専用運搬貨車に乗せて輸送する。 トレインオントレインの研究が進められている。おつし輸送の定義は、事故の車輪を使用して輸送する以外の方法で輸送するものとされ、事実上は貨車に積載して輸送する以外にない。なお、公主及びおつし鉄道車両は、鉄道貨物の種類を指すものであり、公主以外がおつしであるため、兵種の定義はない。従って、一部でトレーラーに車両を乗せて、 道路上を輸送する場合を土輸送などと呼ぶのは誤りである。列車の形態が見かけ、乗降手輸送と同様となるものに、自社で製造した車両を自社の車両基地へ輸送する列車や、自社車両の改造、検査、転属、廃車解体のために、機関車牽引により輸送する列車がある。こちらは、自社の機関車と運転手が牽引し、自社船内のみを走行することから、 配給列車と呼ばれ、貨物列車である、公衆輸送とは、性格の異なるものである。このうち、東日本旅客鉄道の総合車両製作所、ニ一事業所で製造された申請者の配給列車において、輸送される車両のパンタグラフを上げているが、これは自走するためではなく、補助電源装置や空気圧縮機を使用するためである。こうしたことから、車両輸送において、 車両メーカーからの公衆輸送が機関車交換によって配給列車に変わることがある。例として、新潟トランシスにて製造された JR 東日本機配 E130 系機動車は、新津駅まで公衆輸送された後、配給列車として車両基地まで改装された。私鉄向けの車両輸送の場合、車両が JR 戦闘との接続駅へ公衆輸送により到着した後、 車両基地までの輸送は自社の機関車や他の電車、機動車の牽引により行われることが多いが、この場合、接続駅での到着車両の整備は自力走行のための最小限の内容にとどまり、正式な列車として走行することは未だできないため、車両基地への走行に際しては線路閉鎖を行った上、速度制限を受けて走行することとなる。例外として、 総合車両製作所横浜製作所と線路が直接つながっている京浜急行電鉄及び同車線と都営地下鉄浅草線を介して線路がつながっている京成電鉄北総鉄道の車両については自走あるいは京成の車両による牽引にて出場する場合がある。鉄道車両等全長がおおむね十五メートルを超える大型物件の輸送において行動を使用する場合は 事前に輸送経路上の歩道橋やガード、交通信号機などの高さや重量の制限、日中の停車場所などの綿密な調査を行った上で、道路法に基づく特殊車両として道路管理者への通行許可が必要になる。許可を受けても走行速度が遅く、道路交通への影響が大きいため、深夜、早朝に幹線道路を使って行われることが多い。 場合によってはパトカーが先導する場合もある。また、新交通システムの車両は、一般的な鉄道車両より小さく大型トラックの荷台に積載が可能であることから、一般の大型車両で輸送することもある。廃車、生体保存車両の場合も、搬出時に車体を分割して、トラックで運べるようにする場合がある。陸上と比較して、水上では大きさや、 重量の限界が大幅に高いことから複数台や輸出入を含めた長距離の車両輸送に適している。また、川崎重工業で生産された西日本鉄道の新型車両は近年ではトレーラーごとカーフェリーに積み込んで新文字港まで構想し、筑紫車両基地までそのままトレーラーで牽引輸送される。アンマイナス124大型輸送機などを用いて 鉄道車両の航空輸送が行われたことが数度ある。工場で生産された新車の自動車の場合、工場から物流基地、さらに販売店まで、キャリアカーと呼ばれる自動車運搬用の自動車が使われる。長距離の輸送では、自動車運搬船や、ロー、ロー船と呼ばれる、専用の船舶が使われる。鉄道輸送もかつては、後半に行われ、車運車と呼ばれる。 専用の貨車が使用されたが、久保線軽車運車が廃車されて、以降は、専用の鉄道コンテナ、カーパックによる、コンテナ列車や12フィートコンテナによる、軽自動車の輸送が一部で行われるにとどまる。キャリアカーに積載できないトラックやバスの場合は、仮ナンバーをつけて、自力で改装される。ありがとうございます。